からメイクをしていこうと思います。メイクをしながらちょっとやっぱメイクってちょっと面倒なので、配信しながら皆さんとお話ししながらしようかななんて思って、ちょっと今服の上にパーカー着てるからめっちゃゴワゴワしてる、超ゴワゴワしてる。超すっぴんメイクをしていきます。メイクをするとき暇なのでちょっと相手してくださいイエーイ。そうそうそう、それだ。マジでずっと舞台のメイクしかここ1週間くらいしてなかったから、それを気をつけなきゃいけないって思ってた。私も思ってたの、気をつけなきゃ手ずりになっちゃうから。まずは下地をしていきます。なんかオンラインお話し会の時はすんごいフィルターがあれ画面めちゃくちゃかかってるんですよ、加工的な。だから本当にメイク薄めっていうか、なんならもうほぼすっぴんですよくらいのことが多いんですけど、今日はなんといってもリアルお話し会なので、ちょっと久しぶりにお話し会でバッチリメイクします。イエーイ。あ、ライブがね終わったのか、そっかそっか、これくらいの時間か。もう楽しみすぎてやばい。本当まだメイク何もしてなかったから、でも時間がそんなないんだよな、15分経ったら終わるとかにしなきゃ。だからちょっとだけ配信も、すんごいところお見せしてる。いやー昨日は爆睡しました。今日何時に起きたかな、めっちゃ寝たんだよ。うわ寝すぎたでもめっちゃ寝た。ほんと毎日舞台の時は毎日6時台には起きてたから、そう眠かったんですよ。1時に寝て6時に起きるみたいな生活だったから、毎日何時に寝たかな、あ何時に起きたかな、寝た時間はもう全然覚えてない何時に起きたかな、どんくらい寝てたんだろう。めっちゃでもすっきり、やばい超すっきり。睡眠ってめっちゃ大事だなってすごい思いました。めっちゃ寝るって大事、すごい綺麗って感じだった。なんか毎日寝てなくてボーボーって感じだったけど、頭がすっきりって感じでした。乾燥がやばい、もう乾燥が今すごい肌に、私あそんな乾燥肌ってほどもないんですけど、やっぱ乾燥の季節肌に乾燥がめちゃくちゃ分かりやすく出てるね、睡眠って大事だよね、本当にすごく思う。体調にめちゃくちゃ影響する、まあ、人によるだろうけど大事、寝るって大事、ちゃんと寝よう。いやーもう最近毎日メイクしてたからな、お肌を休めたいですけど、もうそろそろ
何時今何時、急に始めちゃった超15分経ったら終わります。割とすぐ、だってなるべく終わらせたい。でも髪の毛は今日めっちゃまとまりいいんだよ。すんごいアレンジしなくてもいいかなって今日思ってるから、会場についてもと割と時間ありそうだからと考えて、まあお肌のメイクだけでもある程度終わらせてれたらいいな。アイメイクとかはね秒で終わるから、お肌だけでもちょっとこの配信の間に終わらせたいと思います。乾くのめっちゃ早いよ髪の毛。もう洗うのも、うん、乾くのも何するのにも早い。すごい。楽ちんですね。なんかファンデーション絶対出しすぎた。いつものさ舞台の時の量出しすぎたわ絶対。こんないらないのにファンデーション出しすぎた。吉田カレのファンデーションを塗る姿、前徹までに、までにというか、ちょっと愛媛でいっぱい美味しいもの食べ過ぎたので、ちょっと次愛媛行く時までにちょっと調整したいななんて思う。本当にでも愛媛で美味しいものを食べたいと思ってたし、食べれてよかったんですけど、この東京で食べた分を取り戻したいと思います。マジでよかったな。私カフェレストマーズさんに、マーズさんに3日くらい行きました。3日連続くらい超毎日美味しいもの食べて、でも愛媛に行ったら美味しいもの食べないと帰ってこれないので、美味しいものを食べれてよかったです。きついこのパーカー、ゴワゴワする。私ここさ、え、今日って18日ですよね。18日、明日って何かあったっけ。あれマジで自分のスケジュール把握してなすぎて、この1週間くらい私何するのか全然把握してない。何してる。22日が公演だっけ。ファンの人に聞くしたい。22が公演で、ん、25は前日でしょ。やばい、おしゃべりしながらメイクするの本当に苦手本当に苦手だけど、おしゃべりしながらじゃないと楽しくないからメイク。明日もね
明日オンライン話し会だからか。私だからそのオンライン話し会をリアルお話し会と思ってて、18日休みだと思ったらまさかの18日がリアル話し会で2日連続。そうそうなんですよ。え、明日リップグロス最後の話し会。え、そうなの。今日リアルお話し会、明日20日19日、明日19がオンライン話し会、20があれ20何人だっけ、別にあれか、あれよくない本当スケジュールあ、ちょっと待って、いや20、21、22が公演で、なるほど、待って今何分だ、やばもう50分、もうすぐ10分経ってる、でもファンデーション終わった、終わったファンデーション、めっちゃ余った、出しすぎたから、よし、オッケー、もうねお肌のメイクだけしとければもうアイメイクはちゃちゃっといけるから、ありがとう皆さんが私のお暇なメイク時間に付き合ってくれたおかげで進みました、メイクが。お肌が綺麗になった、ツヤツヤになった、みんな幕張で待ってますよ、来てくださいますか、オーケー、まだすっぴん感がから目に色をつけて、眠そう顔が、目に色をつけて尻メイクでお話し会行ってきます、楽しみ、話し会15分経過しました、イエーイ、ありがとう、一瞬の昼配信、お昼配信、ランキングを秒で呼びます、13位石のピンポンさんありがとうございます、12位としぼさんありがとうございます、11位はゆきえさんありがとうございます、10位あやさんありがとうございます、9位あきっぴさんありがとうございます、8位おーわんさんありがとうございます、7位わさっぴさんありがとうございます、6位ももじさんありがとうございます、5位ももかんさんありがとうございます、4位まぼろしさんありがとうございます、3位かずえとしさんありがとうございます、2位あまつかぜさんありがとうございます、1位たーとしさんありがとうございます、ありがとう、ありがとう、じゃあまた後でリアルお話し会でお会いしましょう待ってます、じゃあね。
バイバーイ。